ね、若返りや不老不死についての文献はたくさんあるけど、どれも伝説の域を出ないものばかりね。なあ、これなんて読むんだ？玉手ボックスよ。何読んでるのよ。土産に持たされた玉手ボックスを開けると白い煙が吹き出し、煙が晴れると彼はなんと白髪の老人に。あんたこれ子供用の昔話じゃないの？もういいって、そのうち元に戻るだろう。いいから俺たちに任せとけって。なんでそんなに頑張るんだ？俺のことだろ。だからだろ。誰か来たぞ。早く闇を奥に。って何してんだ闇。誰だ？押し売りならぶっ飛ばすぞ。久しぶりだな、アスタ、ノエル。ごきげんよう、アスタさん。久しぶり。おお、久しぶり。闇を見られた。何か用かしら。なんでこんな時に。おい、アスタ、なんだこいつら。金色の夜明けっていう俺たち黒の防御とは別の騎士団員だ。このメガネの先輩がクラウス。よろしくな、メガウス。適当に省略するな、クラウスだ。こっちの女の子がミモザ、ノエルの親戚だ。ごきげんよう。で、このいつもボサッとしてんのがユノ、俺の幼馴染でライバルだ。アスタだっていつもダサッとしてる。ダサッとしてるってなんだよ。ライバルね。見た目じゃ勝負になってねえぞ、アスタ。うるさいよ。アスタ、その男、見かけない顔だが何者だ？え？誰？その、うちの団長です。なんだと？先日とある事情によりこのような姿になってしまいました。まあ。団長が若返るなんて、いつにも増して意味不明で楽しそうですね。楽しくなんかないわよ。今日は新しい任務を賜ってな、また黒の防御と合同ということになった。アスタ、ノエル、お前たちを連れて行こうと立ち寄ったのだが、まさか団長がこんなありさまでまともに魔法騎士団の活動ができるものか。任務には我々だけで行く。このことは上に報告するからな。じゃ、待ちやがれ。なんだ？黙って聞いてりゃ、メガネ、これメガネ。俺の体はどこもおかしくねえんだよ。てめえよりよっぽどまともに働けるぜ。面白い。ならば実戦形式といこう。一式模擬戦闘訓練。クラウス先輩、止めるな、ユノ。こいつら黒の防御に我ら金色の夜明けとの格の違いを教えてやる。メガネの言う通りだぜ、スカシ君。格の違いを教えてやる。クラウス先輩、本気を出します。しましたわ。一式模擬戦闘は拠点制圧だ。今回は宝物庫の扉を拠点と設定する。相手を拠点から排除し、一定時間拠点を維持した団が勝利となる。面白い勝負だ。おい、ユナ、やる気すぎだろ。お手柔らかにお願いしますね。なんでこんなことに。
せねえぜ。今よ。つながりました。私だって。よっしゃー、その調子よ。アスター、サポートは私に任せてどんどんやっちゃいなさい。逃がさねえぜ。行くぞ。行けー。やっちまえ。別に超えねえ。やっちまえ。行ける。今よ。これで行け。そうだ、魔力なしの一撃は。やったぜ。私がみんなを守るわ。オランの塔、まだ戦うか。まだ戦える。お願い、今よ。見たか、メガネ。俺の勝ちだ。よし、みんな宝物庫に入るぞ。何無視してんだてめえ。こりゃすげえ宝の山じゃねえか。勝手に持っていくなよ。これらは全て王国の財産だからな。おいメガネ、お前もうちょっと肩の力抜けよ。ハゲるぞ。やかましい。封印されているな。中身の巻物にはどんな魔法が。これどうしたらいいんだ。どこかに封印を解除する仕掛けがあるかもしれん。手分けして探そう。いちいちめんどくせえな。ぶった切っちまえばいいだろ。何してんだ。危ねえとこだったな。貴様、なんてことをしてくれたのだ。任務の最後にとんでもないことを。うん、次は気をつけるわ。次などあるか。帰ったら上に報告するからな。帰るぞユノ、今だ。あ、待ってください。ではアスタさん、またいずれ。それとヤミさん、あまりクラウスさんをいじめないでください。ハゲてしまいます。じゃあな、アスタ。おおう。おい、スカシー、
ユノって言ったか。なかなか楽しかったぜ。次は手加減しない。お前本気出すって言ってたろ。